しもし、もしもし、こちら安佐南警察生活安全課の白井と申します。これは去年11月、安佐南区に住む70代の男性の自宅に実際にかかってきた電話です。電話口の相手は警察官を名乗っていますが、実在しない偽の警察官です。ね、お伺いしたいことがあってお電話したんですが、先日ですね、空き巣詐欺の事件があったんですね。男を2人逮捕してるんです、はい、でこの2人名前が38歳と、もう1人が41歳で、銀行の職員ということが分かってるんですね。この名前にお心当たりっていうのはなかったですか？銀行に行かれた時に職員に話しかけられたとか、銀行と名乗ってご自宅に来たとか、そういったことっていうのもなかったですか？で、ご家族の方にもですね、知ってるかどうか確認したいので、在宅でしたらお代わりいただけますか？ではお代わりいただけますかね。男性が電話を家族に代わろうとすると、他に家族がいることを確認したからか、電話は切れ、詐欺は未遂に終わりました。犯人はこの後、資産保護のためなどと言い、キャッシュカードなどを騙し取ろうとしていたとみられます。県内では去年、このような電話から始まる特殊詐欺が234件発生。その被害額はおよそ7億円にも上るということです。